彼女ってあの人だよね。先輩だったんだ。あ、彼氏くんじゃん。照れるリンが見れるなら卒業まで毎日来てもいいかな。ねえ。おお、二人ともからかわないでよ。彼女とイチャつきたいのはわかるけど授業に遅れるよ。少なかったし、初日にしては騒がれなかったかな。だってクラスの子が守ってくれてたし。良くない意味で有名なんだけどね。私だって嫉妬してるし、独占欲だってあるんだからね。龍太郎くんだって結構女子から人気あるらしいじゃない。気さくに話しかけてくれたり、人当たりがいいとか聞いたし、実際私のクラスのことも何度か話したことあるって聞いた。評判良かったし、話しかけてもらった時に狙っておけばよかったって。そうなの？そう、本当にからかわれたのかな。でも卒業したら後輩ちゃんに猛烈アピールとかされたらすごいモヤモヤします。そこは大丈夫。男の人の知り合い作る気ないし。なら大学行くときは髪下ろす。とにかく私は涼太郎くんしかいなくていいの。
太郎くん以外にアピールするつもりもないし、知らない人がやってきても彼氏いるアピールして逃げればいいし、通う学園が違うのも遠距離恋愛ってことになるのかな。朝はああ言ったけど、確かに一緒に授業を受けたりしてみたいし、そう言ってくれるの嬉しいよ。亮太郎くんってなんでそう楽しそうなこと思いつくの？これからもいっぱいデートしたいし、思い出いっぱい作りたいな。ねえ、明日は今日と同じ時間くらいに迎えに行け。おはよう。今日は何かいいことでもあったのか？これからね。まあいいことあるんならいいんじゃねえか。どうせバレンタインで浮かれてるだけだろ、アホくせ。じゃあ嫌がらせでホットチョコレート作ってやるよ。トモチョコってやつだ。そもそも吉村が今日チョコくれるって言ってたのか？それなのに浮かれてるのか。ごめんなさい、ちょっとトラブル発生しちゃって、今日一緒に行けなくなっちゃいそうだから先に学園行ってて。